絶対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 寝る前は歯磨きして寝た方がええわけよ。お口開けてください。口元美容かおりです。 LINE やってるんでぜひぜひ登録してね。ほんでやな、質問が来てるんよ。その質問に答えていきたいと思います。ありがとうございます。いつもねコメントもうたり質問もうたりして嬉しいと思ってます。なかなかね皆さんの質問に全部答えるって難しかったりするんで、今日はこういう機会なんで答えていきたいと思います。ナイトガードしない方がいいですか？歯ぎしり予防のマウスピースとかかな。そうやね、夜にはめるのナイトガードって言ったりマウスピースって言ったりするんで、これせえへん方がいいですかって質問が来てるのよ。なぜならば歯ぎしりの視点から言ったら良いと思うんですけれども、虫歯とか歯周病になりやすいんちゃうかなっていうのを心配されてます。そうよね、なんかこんなはめとったら唾流れへんし虫歯なりやすいんちゃうの。歯周病とか起こしたらどうしようって思ってるかもしれへんけど、大前提としてやで、マウスピースナイトガードをする時っていうのはやな、綺麗に歯磨いた後やんな。ちょっと自信ないわーいう声が聞こえてくるかな。でもやな、口ん中綺麗にしといた後にはめてほしいねんな。まずこれ大前提。しかもはめてようがはめてなかろうが、夜寝てる時っていうのは唾はぶわーいっぱい出てけーへんねん、出てくれへんねん、これが。なので朝起きた時口ん中臭ってなるわけよ。どっちみち唾っていうのは寝てる間はあんま出えへんねんな。そやから絶対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 寝る前は綺麗に徹底的に歯磨きして寝た方がええわけよ。これはナイトガードマウスピースをしてようがしてまいが絶対大事なことやね。ほんでやな、マウスピースナイトガードをすることによって実は歯周病予防になってるんよ。これどういうことか聞きたい。寝てる時の歯ぎしり、これ何が悪いかっていうことやねんけどさ、寝てる時の歯ぎしりが起こることによってめちゃくちゃ歯ぐきに負担かかってんねん。だってな、ギリギリすごい音を出す人もおれば音が出えへん歯ぎしりとかいろんな種類があんねんけどもやな、まあ例えば音出す人に起きてる時ちょっとあの音出してみてって言うたら絶対無理やからね。意識ある時にはでけへんぐらいの力でギリってやってるわけよ。どうなってるかって言ったらやな、反対や。上の歯は頭とくっついてるから動かへんのよ。下の顎がこうやって持ち上がってるわけやんか。でへっこんでるところに出っ張ってるところが噛み込むから、ここで噛むんやーっていうのがわかんねえな。でも顎っていろんな方向にギリギリ動くやんか。あら壊した。大丈夫、ギリギリ動くやんか。こうやってギリギリ動かしたら歯揺れてんのわかる？この出っ張りがこの斜面をこう擦るから横殴りの力になるわけよ。ほんならどうなる？こう埋まってるもんが噛む力やったらこうやって受けれるやん。ギリギリ横殴りの力かかったらこうなるわけよ。あら、歯ぐきから歯外れる力かかるやんってなるやろ。ほんで歯ぐきと歯の隙間ができたところにバイ菌が入り込んで歯周病が進んでいくわけよ。っていう言葉やな、歯ぎしりがまず歯ぐきを痛めることで歯周病を作っている可能性があるわけやんか。なのでなのでなので、どちらかというとしっかりマウスピースをはめて、どこでギリギリ夜中食いしばろうが横殴りの力じゃなく縦の力に力の方向を変えてあげるっていうことをする、これが歯を守る大事なことなんよ。ナイトガードマウスピースをする理由っていうのは別に歯を保護してるっていう、なんていうの、クッションになってるっていうわけじゃなくって、横揺らしの力を力の方向を変えて垂直に変えることで歯を揺さぶらないようにしてくれてるわけ。当然歯周病の予防になるわけ。歯ぎしりほんまに歯は削れるし歯ぐきは揺さぶられてつながるし、ええこと何にもあれへんから、できることならリラックスして寝れたらいいよね。歯ぎしりの原因ストレスやって言われることもあるけど、呼吸やね、鼻が苦しい人、鼻炎とかそういう人って結構食いしばって歯ぎしりをすることもあるので、みんなちゃんと疲れをとってリラックスして鼻から息して寝てもらえたらええなと思います。
歯ぎしり続けたら、ここの顎関節、ここにまで負担がかかってきて、ここの骨が削れて顎カクカク言い出したりとか、そんなことも起こってきたりするから、今どういう状態かっていうのも歯医者さんにも見てもらってよ。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。ベル通知もね。またね。